一般財団法人神戸住まいま町づくり公社は、兵庫県神戸市において、都市再開発、土木、建築、駐車場、公益施設等の管理、観光レクリエーション関連事業等を呼び、神戸市から委託を受けて、下水道関連事業を行う公共企業体である。1963年5月18日に、財団法人神戸市都市整備公社として設立された。 2012年4月1日、財団法人から一般財団法人に移行し、2013年1月1日に名称を一般財団法人神戸住まい町づくり公社に変更した。観光レクリエーション施設関連事業の一つとして、六甲山、真谷山でロープウェイケーブルカーを運営している。以前は新神戸ロープウェイも運営していたが、 指定管理者制度の導入に伴い2006年4月1日から2010年3月31日まで山梨県でスキー場、サンメドーズなどを運営する清里ハイランドパークが指定管理者として運営した後、2010年4月1日より神戸リゾートサービスに営業権が譲渡され、2011年4月1日から神戸布引きロープウェイと解消されている。ありがとうございます。